このコーナーは秋田のバスケット界を盛り上げていこうということで、さまざまな人物やニュースにスポットを当てていきます。はじめはハピネッツの話題からです。10月22日と23日の土日、ホームで琉球ゴールデンキングス戦が CNA アリーナ秋田で開催されました。両日4000人超えのブースターの皆さんが集ったこの試合、まずはゲーム1の結果がこちらです。はい、69対71、最後の得点が決まってればなっていうところではあったんですけれども、残念ながら敗戦となりました。スタッツはこちらです。はい、中村さん、まずゲーム1いかがですか？あのね、琉球は一応強いというイメージあるけど、はい、弱い。お、今季は、うん、やっぱり波里だな。俺波里なんで出たんだかってね、沖縄の子でしょ、それ沖縄の顔だったんだよな、だからああいうのどうして出てくるかな、来年あれだな、あの村上が巨人来ねえかな。だからね、この両者、琉球も秋田もそうだったけど、どっちもシュートが入らなすぎた、これダメですよ、なあ。だから秋田は特にな、シュートやっぱ入らないとダメかな。あのどっちもディフェンスが強いって、まあ強く頑張る割にはあのターンオーバーが少ないというのは、やっぱちゃんとゲームコントロールしてきたわけですよ、ただなあ、ゴール下はやっぱりね、リバウンドがやっぱりね、あのクーリーと、それからもう一人いるな、アレンダーラン、そうそう、なあ、あのリバウンドがやっぱり強烈なんだな。秋田やっぱりゴール下がやっぱりこれからも課題になるかなと思うな、はい。それでやっぱりピックアンドロールからね、もうちょっとな、キットだけなんだ俺から見たらな、あそこをうまく使うのは、けどね、ゲームとしたらあれだよ、結構レベル低いゲームだよ、琉球だから言ったでしょ、秋田もチャンスあるって、あるんだよな、だから琉球だって優勝する気でいるわけだ、そこで2点差だとか、ね、こういうゲームやってるわけやな、だからチャンスあるじゃん、あるな、あのシューター陣がガブガブ入れてくれるやな、そうですね、やっぱあの沖縄の選手はダンカン、ダーラム、松脇、今村、クーリーが2桁得点以上なんですよね、やっぱりな、そうか、って考えるとやっぱりね、あの外国籍選手以外の秋田の日本人選手も、ね、相当良くなってきたな、あの中心になってな、あとは日本古川はやっぱりいいよ、古川、田口何やったんだ、田口選手ちょっとそうですね、影薄かったですね、のあの一本すごいノーマーク落としたのあったぞ、もうね、ガラ空きになってしっかり持ってアホ、あらもう蹴飛ばしたい、判断もテレビ見てた、見てて蹴飛ばしたい、出て行ってテレビ壊したいぐらい、あれもう俺壊したことあるもんね、ミーティングやっててな、ミーティングやってて腹立って、もう映像見てて腹立って頭にきて物投げてやってテレビ壊したこと、いやいや、ちょっと真似しないでくださいね、皆さんはね、マジお前のところのテレビ壊したい、でもそのぐらいちょっとあそこは入れろよっていう気持ちだったってことですね。そうです、はい、では土曜日の試合から日曜日の試合、ゲーム2の試合結果こちらです。残念ながら67対77で2試合目も落としてしまいました。スタッツを見たいな、はい、スタッツどうぞ。これはリバウンドだよな、31と55ったらもうね、な、リバウンドだな、カーター、カーターがいなかったわけやな、そうで、あ、ケレム・カンター選手、そうですね、はい、いなかったから、はい、な、一層そうだけどな、けれどもこの差は大きいな、リバウンドな、リバウンドの差が出てしまったっ、これからも出るでしょ、ただな、沖縄もあの琉球な、戦いやすい、フィリップがあの、ガード、もうこんなにひどいと思わなかった、シュート力のなさが、だから、ね、あいつについたのがほとんどついてないの、もうヘルプポストヘルプずっと言ってるの、もうあのボール入る前から、なあ、しかし、いや、あれ持つかな、あい選手が
ガードでなドライブだけだから、はい、ジャンプショットもリングに当たらないんだよ、うん、ジャンプショットリングに当たらないって珍しいよな、視力悪いかな、だからいや俺驚いたな、ちょっとね調子悪そうでしたね。だからね、第2試合はね、第3コート秋田がゾーンやったの、はい、ね、やっぱりあの1人いないから、うん、どうしても2番ではいいからゾーンやった、うん、その時に沖縄俺は分からなかった、俺桶谷は好きなんだよ、うんうん、なかなか、うん、それで桶谷はあの時ねシュートは誰も出してないのよ、うん、俺は桶谷ちょっとあれ間違ったな、シューターを出せばいるのよな、今村でしょ、うん、田代もそうだし、もう一人いたな、松なんとかって、松脇選手、松脇な、話知らないけど、はい、入るな、活躍してましたね、だからこのみんなベンチにいたわけよ、うん、ゾーンやった時にそれでシュート打たねえのなきゃ出てるわけよ、うん、あれおかしいだろうなと思って、まあそれでも勝ったからな、うん、沖縄な、うん、琉球はだからね、琉球ぐらいだと思えばいいわけよ、秋田な、うんうん、2試合とも戦ってるわけよ、うん、それと俺もなんか勝てる V がね伸びてないんだって、そうですね、去年から比べると、うん、だから秋田にチャンスある、うん、ある、秋田はそれでよ、もうちょっとシュート練習やろう、うん、じゃあここにリングつけてよそれでこうダメだ、もうなダメだったやつを連れてきて月曜日はここでシュートを、はい、ね、打たなきゃダメって、そうですね、もうね、なあのアメリカのコーチが今のコーチがよく言うんだ、その練習で一生懸命やったら、例えば2時間2時間半一生懸命やったらもう疲れ切って、そういう時じゃないなんて何をおっしゃいますかって、な練習なんてそんなな、練習終わった後やっぱりな1時間ぐらいシューティングが欲しいな、カーリー見ろ、カーリーな、カーリーのもうね、あのゲーム前の1時間ぐらいやってるシュート練習をな、カリーでだよ、それとなあ田口、ね、安岡、しかしただっているんだまだ、はい、なあただまだ、あ一回出たって言ったな、何秒かな、はい、あの島根戦の時に、はい、出てきました、負け決まってからちょっと今あのいろんななんか処分のリリースとかも出てたタイミングだったのでね、多田選手、そうだね、はい、まあこれからです、これからあれだって、そんなになあ上に取りに行ったなあ、あのあと飲みに行ったってのは別だけどな、取りに行ったんだから、ただ大丈夫、気にするな、大丈夫こっからです、多田選手はね、はい、なあ、はい、で、あの今週まだ試合がありまして、10月26日水曜日に今度アウェーでその並里選手がいる群馬クレインサンダース、それで五十嵐はまだ故障してるんだよな、はい、ずっと、はい、けど五十嵐でしょ、パーカー、うん、これ帰化選手だから、うん、のパーカー、それからあいつがいるキーナン、ジャスティン・キーナン選手、キーナ、はい、な、キーナ、俺キーナ好きだったな、キーナ好きな選手だったな、キーナがいるわけよ、はい、だからキーナ、あのね、日本は芸人場ってなんかオンはオンってのな、秋田で今高い金もらってるかもしれんけどな、秋田いたから行ったわけな、昨日分かってるな、ちょっとな情に語りかけてるんですか、ね、やっぱり厄介だよ、はい、群馬やっぱり良くなってる、あのね、チームがいいスポンサーがあって金持ってる、だから選手集められる、だからこれから群馬はやっぱり要注意ですよね、でも水曜日かな、はい、アウェーで対戦します、アウェーで、アウェーでもなんか大田区体育館とかなんだ、体育館が群馬でやらない、はい、あ、大田区は群馬か、大田市、群馬、あ、そう、大田市、はい、なあ、これけどな、これに勝ちてえな、そうですね、うん、並里な、やっぱりね、すごいから、俺ね、根性あるのよ、うん、もう並里、それからまあ第一の時に俺何だと会いたいな、怒ったままなんか別れてる感じするわけだけど根性あるのよ、うん、それでやっぱりあのスラムダンクでアメリカ行って、それで戻ってきて、それであの髪かっこ見立ていろいろだもんな、やるなもう何だとくるくるの髪してますからねかなあ、けどね、プレーはやっぱりえげつないね、うん、あいつは常に相手のこう逆逆をな、弱みをついでな、本当にな、トリッキーですよね、本当にだから、まあ、
南里だから五十嵐がいないから交代がいないんであればとりあえず行くな長谷川伊藤でな、はいはいはい、うん、行く、うん、前も言ったけど大浦どうしたそうですね、本当なもったいないな、うんうん、でも群馬戦は面白い俺から見たら相当興味ある、うん、秋田がな、うん、これが測れるかな今年のやっぱ秋田が群馬戦を見てどの程度やれるかな、うん、ただ誰カーターはいあカンター選手ー、はい、がちょっと欠場して股関節の怪我これ、ね、股関節っていうのはベンチにいたってな2試合目は、はいはい、そうです。それでは股関節はね分からない時あるじゃん、本当に時間かかる時もあるから。そうですね、全治未定ってリリース出てたんで、どのくらい医者医者、ね、医者とトレーナーがな一緒に怪我が痛いって、はい、それではトレーナーが医者ってそれでこれは2週間休めってわけよ、ちょっと待ってって医者に俺でも言えるぞそれな、うん、休めばいいっていうのは誰あなた方は治してなんぼってから一刻も早く治してもらいたい治ってほしいな、はいはい、上等の皆川先生に行けおすすめの先生だよ先生世界的にへ今どこ行ってるのかなあのハビネスはいや、はい、だから、まあちょっとね、とりあえず早くな、はい、その怪我の状況もあとはのトレーナーと医者、うんね、早く復帰してほしいです監督なんともならない早く復帰してほしいな、はい、そうですね。そういうハピネッツ、まあ、今週水曜日が楽しみですね、うん、アウェーグレ群馬クレインサンダーズ戦です。さあいよいよ来ましたアランマーレ秋田の開幕戦も先週末は行われました。山梨クイーンビーズとの対戦です。先週川瀬ひとみ選手がスタジオに来てくれまして、うん、尾形さんと中村さんにチケット渡されていました、ね、うん、2人観戦した土曜日の試合結果振り返りましょう。こちらです。74対82でオーバータイムの末なんですけれども、第3項22点離したんだっけ、はい、最大、はい、俺は経験はない、うん、それだけ離してな、いつも普通は負けない、うん、もう勝ったもん、うん、もう勝ったもんってな、ゆったり構えてたな、ね、そしたらね、それよりもこれ終わってきてな、アラマラの選手な、ちょっとずっとそれから車でな、うん、重たまるからな、はい、ここ遠いんだ、うん、それで帰ってきてもずっと夜寝るまで体調悪いの、具合悪い、もうね、腹立って腹立ってあらもうね、あら腹立ってな、もうね、引きずってたんですね。それでな、はい、平松ってポイントカード、はい、それからもう一人あのそれ北川ってやつ、はい、7番これでなかなかなんだけど、オールラウンドでなかなかやってな、いや、いろんなボール運びをするからいろんなことやって、それでね、最後俺らの目の前でなコーナーのところで足つった、うん、アホか、釣りあいい選手、それも引っ込んだわけよ、はいはい、なそんなこと言ってても、はい、なそれから土壇場で今度平松がなんかボディブローかなんか、うん、なんか分からんけど倒れたわけよ、はいはい、立てそのくらいはってな死ぬわけじゃねえからと思ったそれで、あもうね、この2人が勝ってる時にな、それで追いつかれていったわけよ、アクシデントあったんだ、そういうハプニングがあったんですね。けどね、アラマレの選手はやっぱり優しいね、さっき言った波里みたいなな、はい、あの意地悪いのいないのよもうね、見た感じみんなで、ね、可愛らしくて、前も言ったじゃないですか、うん、ちょっとな、うん、あの秋田銀行もほら、はい、あの佐藤清美は騙されるなよって、ね、みんなはいはいって聞いたらいいなと思うよ、ふんってやつがこいつらが活躍するわけよ、俺に任しとけって、うん、そういう選手がいない、うん、なあ、だから誰か出てきてほしいな。だからあの佐藤っていうのシューター、はい、佐藤これなかなか、はい、なかなかなのよ、うん、けどこいつはね、あの、まあ、待って手を振りでシュート打つだけだから、はい、こいつはカツカツ来るわけじゃないのよ、
けどよく入る、はい、そうですね、土曜日は8分の5スリーポイント決まってますね。上等だ、よかったか田口、23得点ね、日曜日も 50% の成功率で25得点そうでしょう、はい、いいシューター。ただ彼女は感じていいの、はい、もうシューターだから、あとはな他の連中でなもうちょっとなゴリゴリするやつがないなきゃダメだと思ったよな。でもまあな、これなでもな尾形さんほら言ってほら尾形さん W リーグの観戦初めて。おあのね隣の中村さんいるでしょ、はい、今言ってるんだけども、ほらいた、ずっとおとなしかった。俺の方がうわあ本当に、え俺言えねえもうね、もうなこっち横が大野な、うん、はい、それで尾形さんが横でなうるせえの結構言ってたもうよくなど素人のあれによく言うじゃん俺考えりゃ俺もサッカーの時言うからよだからもう仕返しされたみたい、もうそのぐらいこう興奮してもうのめり込んで応援してたってことですよね。いやそう当然そんななりますよ、なるとこうなるもんねここにいる時とは違うよでも本当にどうしてあんな二十何点は、まあ非常にリズムはかなりスポーツゲームとかあるんだけど、あのさっきのサード本当にいい感じで、うん、遠くからスポーンと入るよ。本当にね、打たされる感じになったらダメだもんね。もうシュート下手くそだなと思って練習からな、あの女性が見たら入らない、そうこれは楽勝だと思って、うん、そしたら本当な、向こう気合の入った人いたの、山梨13番、これ一人にやられたと言ってもいいね。こっち気合入ってるんだ、もう体幹しっかりしてるしね、もうそう彼女にやられたよな、本当にね。若原選手、そうです、はい、あのね13番です。頑張るしね、大きくないんだよ、うん、だけどこっちも小さいについてから2番の選手が、うんね、あれもだって、やられたな、うん、はい、苦しい時にスリーポイント見られて、うん、泳ぎられてな、でリバウンドも取るの、うん、なかなかなのね、外も来る中も来るね、オールラウンダーな、うん、これはやっぱり気に入ったな、うん、この選手はな、ただ勝てた、うん、ね、悔しかったです。あそっか、あれこの時ほとんどないや、大田さん喋ったけど俺もクソーと思いながら見たらたまりたまっていったからそれがずーっと寝るまでたまってたそれでね、疲れた疲れた言ってましたもんね。疲れた、かなり久しぶりの女子バスケの観戦だったんですもんね。本当そう、うん、もう2、30年ぶり、うん、そう、そうだからね、実際に現場に行った、うん、疲れたな。で、日曜日の試合の結果もご覧いただきましょう。日曜日は、はい、土曜日と真逆の展開で勝利2試合連続ターンの方がオーバータイム、オーバータイム、はい、普通ありえねえよよくすごいですよね。先生をこう見て見たら勝ったわけよ、うん、いやもうよっと俺うれしかった、うん、やっぱりね愛着があるじゃん、はい、あのハッピネスはね憎しみも喋れるけどあらまりやっぱ女の子だから愛着があるわけよ。それで俺はねあのディレクターの小勝さんに、はいはいはい、小島監督の電話番号知らないかと知らない、うん、それマネージャーは分かるって言うから、うん、長島さんの電話番号を聞いてそれで電話してそれで小島監督のな、うん、にしたいけどったら目の前いるって言うからおいすぐ変われってよかった本当よかった言ってな、うん、選手も言っておいてって本当嬉しかったわ。へだって去年一勝挙げるまでにしばらくかかったんだから、うんうん、そうですね、何ヶ月も、はい、それはもう2戦目でな、第1節で勝利してますから、うん、本当初勝利、ね、これは嬉しかったな。でもな、だから昨日新聞見た時に、うん、結果やり返したわけですよ。はい、そうです、その通り、ね、だからね、しかもあの得点差でしょ、だから褒めて褒めてね、本当にそう思ったあの彼女たちがね、あの悔しさをね、ちゃんとここでひっくり返してくれて、それが嬉しかったよね。よかったな。2試合目のスタッツもご覧ください。これね、うん、いやまず延長戦で勝ったのがいいやな、はい、それからね、これやっぱり平松と、うん、それから佐藤がやっぱり平松が点数取ってるわけ、うん、平松やっぱポイントガードなわけ、あれやっぱりね23番の、はい、そうそう、これやっぱりね、はい、
中外とね、うん、切り込んでいくと縦にやっぱ切り込むのがいないね、うん、縦もっと切り込んでくれると、うん、でキックすると佐藤もっと入るよ、うん、ね、だからもうちょっとね、あの北間はやれると思うんだよな、うん、あのボール運んできて結構ねおっとりしてんのこの子も、もうそれでもっとガリガリいっちゃえば切り込んでいく力あるんだ、だからもうちょっとそういう選手になってくれいいかなと思ってな。いやでもね2試合目は平松の点数も、はい、点数も取ってるもんな、個人スタッツもありますね、はい、リーダーズ、うん、はい、アシストもされています平松選手の、ナイスだよ、はいはい、なかなかだった、うん、ね、キャプテン来てくれましたしね、うん、のだから1試合目もよ、うん、あそこで痛くてもすぐ起きてくれなかっただから中からトレーナー入っちゃえばもう出なきゃダメだわけよ、一回、うん、必ず交代しなきゃダメだよ、うん、交代してもね、なんか言ったのにまたトレーナーが呼んでいって向こうの方に座ってるわけ、あのもうトレーナーもやっぱり厳しくなきゃ、うん、大丈夫すべきこうな、な優しいトレーナー俺こうやって後ろの方に連れて行ってな聞いてるわけよ、こうな、もうすべきすべきまあいろいろ事情があるでしょうからね、ダメ、それでもっと出てきて やれるくらいであれば、うん、それがね、いやどっか折れたとかよ、うん、なもうなんかもう入院しなきゃダメなぐらいであればそれは納得いくな、俺一回ね入院中で本当にねバターンと倒れたの、うん、なあ女子見てる時に、それでそいつが最後土壇場でそいつがねフリースローの下手くそだったわけ、相手のファウルで倒れたわけ、俺一回シュートね、変わるやつのボール持たせて、ボール持っとけって、じゃあ走っていって、立つな、立つな、立つな、交代交代って、そいつら、そいつのフリースローは、交代、うまい人に交代、うまいの出てきて、日本へ行った、ま、そういう、策略ですね、そう瞬間的にね、思いつけるんだ、すぐ。まあまあまあそれもね大事ですから、あのヘッドコーチの判断ですからね、そうだね、うん、でも勝ってよかった、そうですね、勝ってよかった、はい、次なんだ、勝った勢いのまま行ってほしい、うん、10月29、30、うん、今週末はアウェーでトヨタ自動車アンテロープス戦、なあ、うん、そうだけどこれ今一番強い、うん、それからイネオスだろ、はい、今度次11月5、6 CNA アリーナ北でサンフラワーズ、ね、死ぬ思いでいかなきゃな、うん、もうね、ただ俺はね小島監督にな、はい、次トヨタ、次イネオスって言うから、うん、あのね、強い相手とやるとやりながらね、うん、選手は覚えていく、はい、俺らがどんなに頑張ってな経験あって練習あるよりもゲームを強いチームとゲームやらして、うん、選手が体感として覚えていくと、うん、これが一番強くなる、ね、だからそういう意味でのゲームというよりもね練習ゲームのつもりでぶつかっていってほしいな、それで何かを得てほしい、うん、トヨタとイネオスからな、はいはい、そうだからね、そういうつもりでな、うん、勝つと期待はしてないからって言っておいた、うん、力をつける試合にしてほしい、うん、そうだから、いや頑張る、うん、頑張ってほしいな、大変だろうけどね、うん、それはちょっとね、ちょっと相手が強い、ね、だから何点負けても、うん、最後までな、うん、やり通してな、うん、なあれみたいに、うん、あのブラ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 みたいな、な0対3で3点取るからな、そうですね、そうですね、はい、もう頑張ってほしい、ぜひね、やりきってほしい、勝った勢いな、勝ったんだから、うん、延長戦でな、いい気分出るから、この1週間の練習もね、気分よくやれるわけよ、うんうん、ね、気分よく練習やれるから、ぜひ頑張ってほしいな、はい、ね、アランマーレもみんなで応援していきましょう。